そう勢い持って入っていこうですからね。ブフのキック、うん、これでエリム・セブルビッチ先制スイス、絶対的地でついにスイスがネットを揺らした。エースのセフェロビッチシュートうまいですね。コーナーから背番号9、1番手前ファーサイドうまい。これもねスイスのコーナーキックは後ろからみんな勢いを持って入っていくやり方ですね。それにナイジェリアのディフェンダーが振り切られてしまったここですよね。先に前取られてしまいましたんでね。前半に決定機一度、そしてサッカーというのはどれでもそうだと思いますけども、アリュチャンスですね。ヘディングクロスバーまだある、ヘッド詰めた、キーパーまだある、まだある、うん、スクランブルがあったか、どっち止めたか、止めたか、止めたか、すごいシーンが起こりました。最後はファウル、キーパーに対するファウル、最初のヘッドがクロスバー、これも詰めたがラインは越えていなかった、うん、最後はもうラグビーのラックかボールで押し込むようなそんな形にすらなりました。ここでは入ってないですね、はい、ギリギリのところロドリゲスの膝でクリアだったでしょうか。ただこの後ですよね、はい、うん、これもギリギリでしたね。試合終了、スイスの17歳以下代表がついに世界の頂点に輝きました。初出場、初優勝、大いなる冒険の末ついに頂点の座を勝ち取りました。それも絶対敵地のナイジェリアで1対0、厳しい戦いを勝ち切りました。